はい、こんにちは、ナースケです。ということでね、今回はこれをやめたら体変わったよってことを、もう改めてね、僕もう結構筋トレやってきたんですけど、わあ、そういえばこの筋トレ人生こういうのやめたなってことをね、9つもう9個抜粋しました。もう僕の周りね、いろんな筋トレ仲間いるんだけど、そういう人たちにどういうことやめて体変わったっていうのをちょっと聞きまくって、この9つ大事だなってことをね、まとめました。なのでそちらをね、ぜひご覧ください。無意識に物を食べるのをやめる。もう今やね、当たり前になってきてしまっているんですけれども、もう僕無意識に物を食べるのをやめました。そしてね、筋トレ仲間みんなね、無意識に物を食べるのをね、やめてます。それどういうことかっていうとね、もうあ、美味しそう、食べようっていうね、この美味しそうから食べようまでのスピードがね、めちゃくちゃ考えるようになったんですよね、すべてに対して。で、そもそも筋トレっていうのはもう習慣なんですよ。そもそも体を変えるっていうのはもう習慣からできるものなんですね。で、何の習慣かっていうと、もう食事、そして筋トレ、運動ね、そして休息、休むということね。もうこのね、3つで出来上がってるんだけど、そのうち一番大切とも思ってるのがやっぱ食事ね。で、その食事を無意識に食べると、もう何にも習慣づかないわけ。好きなものを好きなだけ食べるのっていうのも大事なんだけど、好きなものを考えながら食べることがね、とても大切なんですね。で、無意識にこの、あ、ドーナツ美味しそう、食べよう、今日なんか限定スイーツだ、食べようみたいな、じゃなくて、あ、美味しそうなドーナツがある、何キロカロリー、あ、300キロカロリーか、食べよう、よし、次300キロカロリーだったからちょっと調整しようかな、みたいな思考回路がめちゃくちゃね、体を変えてくれます。なので、ワンテンポ挟むことね、何キロカロリーとか、ん、これカロリー過ぎてるとか、もうカロリーだけでよ、一旦で、もう一テンポ挟めるなら、何キロカロリー、脂質は、みたいな、なんかそうやってね、考えていくんですけど、まあね、無意識にも、あ、美味しそう、食べようってことはね、一旦僕はね、少なくなりました。もうね、あ、今日はもう太ってもいいな、何も考えない日作ろうって思って初めて無意識な日を作るぐらいで、やっぱりね、基本的にはたくさんたくさん考えながらご飯を食べてます。で、それがね、体を変えてくれるって分かってるから、すごい楽しいんですよね。そう、うわ、これ食べれるじゃんとか、え、これ食べていいやつなんだみたいな、そういう驚きに変わってくるということです。頑張りすぎるのをやめる。もうね、毎日筋トレをする、絶対やるぞとか、もう僕痩せるまで胸肉しか食べないみたいなね、もうそれ頑張りすぎだな、自分でも頑張りすぎだなってことはもうちょっとやめましょう。なんかできることをやろうっていう感覚でいいと思います。僕も、もう今やね、タンパク質たくさん飲んで、トレーニング前にご飯食べて、脂質何グラム取ってみたいな、いろんなことできるようになってるけど、最初はもう1個しかできなかったの。もう運動はさ、ちょっとやってたから、プロテイン飲んで運動で、その次プロテイン飲んでなんか筋トレを覚えようみたいな、1個ずつ、ワンステップずつなんですよね。それをなんかもう一気にさ、全部こうやってやっていくのは大変だから、これから僕もね、こっからね、もう今2つ言って7つ言っていくけど、もう1個だけ頑張れればいいから、とりあえず。もう頑張りすぎるのはやめる。逆を言えば、もうなんかね、頑張れることやればいい。もうそんな感じ。頑張りすぎると、やっぱりね、大変だし、続けらんない。僕はね、もうマラソン大会と短距離競争とすごい重ねるんだけど、ボディメイクは割とね、マラソン競技に近いんですよ。もうボルトみたいにバーって走ってゴールみたいだったら、もう水抜いて体重だけ落とせばいいから。そういうんじゃなくて、やっぱりね、人生長いじゃないですか。長い中で、ちょっとずついろんなこと気をつけてって、なんか体も変わってるし、人生楽しいみたいな、そっちの方が楽しいんじゃないかなと思って。で、0100だとね、もうなんか、頑張ってボディメイクしかやらないのか、人生楽しむからボディメイクやらないみたいな、なんかそんな振り切っちゃって考えが出てくるんだけど、人生楽しみながらボディメイクやりたくねみたいな、なんかそういう感じなんですよ、僕は。うん、食事だって美味しいもの食べたいしさ、だから頑張りすぎるのはちょっとやめましょう。ギリギリに起きるのをやめる。もうこれね、ちょっと難易度高いかもしれないけど、結構大切。やっぱね、朝って超大切なんだよね。もう体的にもさ、もう8時間とか長い時は寝るでしょ。ね、寝たらさ、8時間もご飯食べてないから腹ペコペコなわけ。朝ご飯食べてお昼食べるまでにお腹減った経験ないですか？なんかもう授業3時間目にもうお腹減っちゃったなとか、うわ、あと1時間の昼休憩までにお腹減っちゃったよ僕ってなるじゃん。あれって間だいたい4、5時間しか空いてないんだけど、もう朝起きたらさ、睡眠時間分ご飯食べてないわけですよ。ってことはね、もう栄養カラッカラなの。だから丁寧に丁寧にご飯を入れてあげたいし、やっぱりね、プロテインガバーって飲むのもいいんだけど、やっぱプロテインって栄養価めっちゃ高いから体びっくりするんだよね。そう、栄養価高いの来たーみたいな、うお、これ処理しなきゃーみたいなのでなるから、ゆっくりね、食物繊維とか取ってあげて、体調崩さないように入れてあげるっていうのが体にとってもいい。そして朝っていうのはね、やっぱり体を起こしてあげて、そして一日のスタートだから、朝が大変だと思ったら一日大変だって思っちゃうんだよね。だから朝ゆっくり過ごすことによって、体とか心に余裕が出て、あ、
ちょっと筋トレ頑張っちゃおうかなみたいな、そういうのにもつながったりするから、朝はねギリギリに起きない、もう何かをする1時間前2時間前ぐらいには確実に起きて、で出勤する1時間前には絶対起きるとか、出勤する2時間前がね一番いいよね。でサプリ飲んでさ、ご飯食べてコーヒー飲んでニュース見て、あ今日も最高の一日にしよう、何今日頑張ろうかなって考える時間がある。これはね本当にね心の余裕を作ってくれる。でその心の余裕が体の余裕につながります。もう一日バタバタしてたら食事のことなんて考えられないしさ、筋トレやる時間なんてないじゃん。だからそういう時間を作ってあげるためにも、ちょっとね早めに起きてゆったりした生活を過ごした方がいいんじゃないかということでございます。皆さん朝早く起きた時に、まあ、リラックスしたいっていう時ないですか？でそういう時のためにっていうねアイテムがね、このねネイチャー感が出ました。 CBD ロールオンっていうやつらしいんだけど、まあ、こういうのをねこのこめかみとかにこうやって塗るんだよ。こうやって塗ってこうやって塗るじゃん。これ首とかにもいいらしい。これでこれ何が起きてるかっていうと、今ねうわすっごい鼻にめちゃくちゃ入ってくるんだよね。でこのね CBD の効果とかっていうのは、まあ皆さんね調べていただければわかると思うんだけど、まあめちゃくちゃねリラックスの成分とかなんですね。だからまあ朝一っていうよりも夜とかの方がいいかもしれないんだけど、まあ、こういう製品もあったりします。だからやっぱね朝の始まりをスタートを最高にするとか、もう夜リラックスして休憩するみたいな、これはねアイテムの一つに過ぎないです。これを絶対買えとかそういうわけじゃないんだけど、まあこれがね新発売されたから僕もちょっとね紹介はしてるんですけれども、やっぱりねなんかそういうね一個一個楽しんでいかないといけないんですよ。一個一個楽しんで、うわこれリラックスできるじゃんと、えこれめっちゃいいアイテムじゃんみたいな、まあそういうねセンサーが貼ってあると意外とね楽しみながらボディメイクすることができます。もちろんねなんかお金の関係とかそういうのもあったりするから、まあ全部が全部できるわけじゃないんだけど、なんかもし興味があったりとか自分の興味をよりいい方向に進めるためにもね、ちょっとずつアンテナを張ってね商品をね見ていただけると嬉しいですっていう感じで、これロールをぜひチェックしてみてください。後回しにするのをやめる、もうこれもねめっちゃ大切だね。食事カロリー調べるの後にしようとか、はジム行くの後にしようとか、プロテイン取るの後にしようとか、もう後にしたらね結構筋トレ負けな気がしてて、でこれちょっと言いました。で後回しにするとねだるくなるんだよね、いろいろと。食生活も筋トレも全部ね習慣化しないと、やっぱりねこうやって長く続けていかないとさ、この筋肉って1日で絶対つかないから、 だから嬉しいんだけどね、そう、あ何ヶ月も頑張ってくれた筋肉だよねってなるんだけど、でもさ1日でつかないってことは継続しないとやっぱりダメなんですよ。で少なからずちょっとずつプラスで継続していかないといけないのに、後回しにするとねやる気が失せてできないとか、なんか気分にすごい左右されたりするんですよね。ジムに行きたくなくなったな後回しにしたらみたいな。だからなんか思いついたらやる、ちっちゃいこと、そうジムに行くって、まあ、1時間でできるから1時間あるならもうなんかジムに行く、もう後回しにしちゃ絶対だるくなる、もうその考えだけ頭に入れとく。あ食事記録するのだるいな、後回しにしようは絶対やんない、体重測るの今日だるいなっつったら絶対やんない。だからもう後回しにしない、もうやるやるそうで僕ねこれやるってなんだよ、無理だからやれないんだよって思ってたんだけど、まあいいね魔法の言葉をね先輩にお聞きしまして、何かっていうと、もう3、2、1ってやったらもう絶対やる、そうめんどくさいなと思って3、2、1やるぞっていうルールを作る、もう3、2、1カウントダウンしたらもう絶対やるっていうルールを作って、うわ今からちょっとお風呂だりーな、3、2、1 GO みたいなね、もうそういう感じでちょっとルールを作って後回しにするっていう習慣をやめる。それがね結構筋トレだと割と大切になってくるところがあったりするので、まあ後回しにするのはちょっとねやめていきましょう。他の人と比べるのをやめる、もうこれはやめよう。だって他の人と比べたっていいことないもん。いやあの人かっこいいな憧れるなーで憧れるならめちゃくちゃいいんだけど、なんであの人あんなに筋トレしてないのに筋肉でかいわけ、俺って才能ないのかなっていうネガティブな気持ちになってしまうことがとても多い。特にねこれは当てはまる人がちょっと少ないかもしれないけど、筋トレの大会に出てる、そういう人、筋トレの大会出るとさ、大会まであと30日だ、僕結構絞れてきたかな、ツイッターだどうだろうね、同じ大会出る人いるかな、え僕より絞れてんじゃん、やばっ、え僕間に合うかな、やばいじゃんってねなる人がね多い。だからやっぱり人と比べるっていうのはちょっとね
ネガティブな感情になるのならやめましょう。そう。で、モチベがひたすらに上がるなら別にいいんだけど、僕は上がんなかったし、まあ結構多くの人がネガティブな感情を抱くことが結構多いんじゃないかなって、自分ってそんななんか才能ないのかなって思う人が結構多いのかなって思ったりするんで、追いかけるのは大切だけど、比べるのは良くないよねって思います。まあね、やっぱポジティブにね、何事も楽しんでやるっていうのが一番筋トレ楽しいじゃないですか。だから、ちょっと楽しんでやりましょう。腹いっぱい食べるのをやめる。もうね、お腹いっぱい食べるの僕結構ね、やめてきたね。そう。もう、大会終わって腹いっぱい食べるとかあるけど、まあ基本的には腹8分目に抑える。そう。で、これが何事にもいいんだよね。その、眠くならないとか、そういう日頃のね、行いにもかなりね、影響が出てくるし、まあそれにプラスね、やっぱお腹いっぱい食べると大体カロリーオーバーしてることが多いです。まあ、食事を食べるのがなかなか苦手で太りづらいっていう人はまあ一旦置いといて、まあ多くの人がね、やっぱ勝手に太ってしまうとか、なんか食事をコントロールできない、食欲を抑えられないっていう人は結構多いと思うんだよね。まあそういう人に限ってはやっぱりね、食欲をコントロールすることを覚えていく必要がある。腹8分目でやめるというトレーニングをしていく必要がある。で、まあね、もう食事の内容を1日で決めてしまうとか、もうおかわりできない環境を作ってしまうとか、まあそういう環境作りからそういう習慣を作るっていうのもとても大切なんだけど、やっぱりね、頭の中にこれだけあるだけでも違うと思う。腹いっぱい食べるのがもう食事じゃない、もう腹8分目が一番いいんだと。で、またお腹が減ったら時間を空けて食べればいいんだと。そうするのが一番体にいいんだと。この知識があるだけで、あ、腹いっぱい食べるのが体をでかくするんじゃなかったよなって、もうこまめにご飯を食べる方が大切だったなっていう知識があるだけで、まあそれも意識できる人もいると思います。だからね、もう腹いっぱい食べる、こういう食習慣をしている方はもうちょっとずつね、卒業していきましょう。たまにはいいと思うよ。たまに腹いっぱい食べる分にはいいと思う。僕も食べるしさ、腹いっぱい食ってねよってなるんだけど、まあ大抵ジム行くのめんどくさくなったりするんだよね。だからまあちょっと腹いっぱい食べるのをたまににしていきましょう。数字にとらわれるのをやめる。もうね、数字にとらわれるの僕はね、結構やめましたね。そう、体重増えた、だから何、僕は頑張ってるよ、だから何。まあ数字が時には大切になってくることはある。だけど、とらわれすぎたらもう本当にもう病んじゃう。今日も70キロか、今日も70キロ、今日も70キロ、今日もな、もう変わんないことなんかもうザラにあるんだよね。だけど毎日さ、また70キロかよ、ガーン、ジム行くのつらいみたいなさ、もうほんとつらいじゃん、それって。だからさ、やっぱ楽しむためにも数字にとらわれすぎないっていうのは結構大切なんですね。で、やっぱり最初に言った通り、ボディメイクってもう長距離走だからさ、どうにでもなるのよ。そう、長距離走もどうにでもなるでしょ。もうフルマラソンとかだったらさ、1キロ地点で遅れてたら2キロ地点まで巻き返せばいいと。2キロ地点も遅れてたら、じゃあなんか原因があるんじゃないかと。ちょっと疲れ始めてるんじゃないか、じゃあ補給した方がいいんじゃないか、休みを入れればいいんじゃないかって、こういう改善をしていくことができるの。あくまで、この出た数字、これ今まで皆さんが気にしてた数字っていうのは、あくまで1キロ地点、2キロ地点の数字でしかないの。僕たちはフルマラソンの頑張るためにやってるじゃないですか。なのに、1キロ、2キロ、3キロ地点の数字を気にして、そこで一喜一憂してたら、次に響いちゃうんだよね。そう。だから僕たちは、もっと数字にとらわれずに、もっと先の数字を見る必要があるんです。だけど短距離走だったらさ、もう 100m 走り終わって数字見て、うわ、もうダメやんっていうのは短距離走でしょ。もう次の大会まで1年後みたいな、もうそういうんじゃないじゃん。僕たちはもう常日頃やっぱり体を気にしてるわけで、もうフルマラソンなんですよ、完全にね。うん。だから1日の数字とか、もう今出た数字にとらわれすぎない、だからダメなんだっていうネガティブな感情を持たない。もちろんポジティブな感情を持つならいいけどね。何事もこれは継続するための手段、何事もこれは継続して楽しむための方法です。短期間の目標を持つのをやめた。もうこれもね、さっきの話に通じてくるんだけど、1キロ地点、2キロ地点の目標を持つ。まあ、あくまで指標は大事なんだよ。指標は大事なんだけど、1キロ地点、2キロ地点の目標って、そこがゴールじゃないんだよね。だから、その先のゴールも持ちつつ、1キロ地点、2キロ地点の目標を持つことが大切。なのにだよ、ボディメイクになった瞬間、みんなね、よーし、1週間後にイベントがある。とかね、1週間って結構短いのよ、ボディメイクにおいて。やっぱ1ヶ月、最低ライン1ヶ月だよね、体を変えるのは。っていう知識がめちゃくちゃ必要。だってこれ事実なんだもん。事実は頭に入れておいた方がいい。ファンタジーじゃないからね、ボディメイクは。事実1ヶ月やっぱ必要なのに、1週間後の目標で、これで終わりにしちゃうのはダメ。1ヶ月後の目標があって、で、そのために1週間後の目標を立てる。そう、こういう目標の立て方だったらいいんだよ。大きい目標を叶えるために小さい目標を立てとこうみたいな。だけどね、よーし、明日は1キロ痩せるぞ
たいな。もうこの目標はもう明日1キロ痩せて、うん、今何に向かってんのってみんななるんだよ、筋トレやってる人は。だってその先もだって人生続くじゃん。その先の未来考えといた方がよくね、ボディメイクやるのは絶対みたいな、なんかそんな感じなの。だからもうね、1年後じゃもう大きい目標立てよう。もうシュワちゃんみたいな体になる。まあちょっと難しいかもしれないけど、シュワちゃんみたいな体になるために、よし、じゃあ明日は筋トレ頑張る。でも明日1キロ筋肉増えるって事実無理だから、まあ1週間後ぐらいにね、まあちょっと筋肉の形が自分の中でなんかちょっと、1週間じゃ無理か、あんまりなんか短期的な目標、短期すぎるな、これ短期すぎるわ。1ヶ月後ちょっと筋肉変わってたらよくね。そうそうそう。じゃあまあ1週間の目標はとりあえず3日間パンプアップする筋トレにしようみたいな、なんかそういう目標の立て方にしましょう。そう、無理な目標っていうのあるんですよ。1週間後にシュワちゃんになろうみたいな。なんかでもみんなが言ってるのは、いやみんな無理ってわかるでしょ今言ったの。だけどみんなが立ててる目標も意外と無理だよそれって思うこともあったりする。だからなるべくね、その期間を長くする、目標の期間を長くするっていうのは大切かもしれないです。ラスト、なんとなくやるのをやめる。もう物事なんとなく やるっていうのをね、ちょっとずつ減らしましょう。そう、もう全部やめてみたいなことじゃないんだけど、なんとなくやるの全部やめてみたいなことじゃないんだけど、でもなんとなくやるのをちょっとずつ減らしていこう。なんとなく黒豆ダイエットいいんじゃないかな、黒豆ダイエットやってみよう、あー全然効果ねえじゃんみたいな、そういう感じで、ね、朝バナナダイエットなんとなくやってみよう、いいって言ってたし、何も効果ねえじゃんみたいなね。そう、なぜ朝バナナダイエットがいいって言われてるのか、なぜ黒豆ダイエットがいいって言われてるのか、自分の体に合うのかどうなのかみたいな、なんかそういうのを考えていってほしいよね。なんとなくベンチプレスがでかくなるって言ったから、やってるけどでかくなんないみたいな、そういうこと。なんでベンチプレスがいいって言われてるのって、まあ結構さ、ボディメイクのさ業界はさ、なんかすごい難しい言葉が出てくるじゃん。だからいやー、なんとなくやめてって言われても難しい単語ばっか使ってくるよっていうのもあるんだけど、まあそういう人はね、まあ僕のチャンネル見てください自分のチャンネルの宣伝になっちゃったかもしれないけど、まあ僕は基本あんまり難しい言葉をね、自分が分かんないから、そうだから難しくないようにも自分で解読できるように今も喋ってるんだけど、やっぱでもね、それでも筋肉は変わります。あの難しい言葉はあんまり知らないけど、だけど基本的にそのロジカルには考えてる。このトレーニングはこういうところが伸びてるから、で伸びてるってことは筋肉が刺激されてる、で収縮されるってことは筋肉のストリエーションが出る。でストリエーションってなんだっけな、あ筋肉の筋か、あ筋が出るために伸長と収縮のトレーニングしてるんだ。で伸長と収縮って伸ばすと縮める、だから、まあ、この動きでいいんだよなみたいな、もうそんな感じで考えてる。うん、もう一個一個ね、簡単な言葉でトレーニングも食事もやってたりします。だからもうね、全部通ずるんだけど、もう今言ったこともう全部今からできるんだよね、みんな。そう、今から何でもできるので、全部やるのむずいよ。だから一個でもいいからちょっと決めてね、ちょっとみんなやってほしいなって思います。この動画でね、何か一つでも始められたらね、僕はすっごい嬉しいので、もう始められた瞬間僕にも報告してください。ということでね、皆さん頑張っていきましょう。